はい、どうもカッパ院長です。さてと、ごぼうの塔、まあ一応なんだろう、奥野代表のね、この売名って本人もね、名前がね、ごぼうの塔っていう名前をみんなに知ってもらえればそれでいいんだみたいな、そういうことをおっしゃってたんで、そういう意味では作戦勝ちなのかもしれないですけども、ご本人、ごぼうの塔とね、この奥野代表ご本人じゃなくて、その周りになんかね、このどんどん波及してるっていう、そういう話らしいんですよね。まあ朝倉選手自身もそうだし、山田孝之さんとか、このワンオクのこのタカさんとか、あと宮迫博之さんとか、あとガクトさんとか、まあ他にもなんか、ね、何人もいたらしい、なんか芸能界、芸能人、芸人さんとかね、芸能人の人がなんかこの選挙中、このごぼうの塔ね、やたらこの支持する、応援している人って確かにいましたよね。すっかり忘れちゃってましたけど、あのヒカルさんとかね、 YouTuber のね、あと海老蔵さんとかなんか、もうそうじゃなかったかな、田村淳さんとかもなんか言及なかったかな、まあちょっとね、見ていきましょうかね。ごぼうの塔代表、奥野代表の花束投げ捨て問題がまあ波及ね、広がりを見してると、まあなんかなんで黙ってるのかなっていう、そのファンね、あのごぼうの塔じゃなくて、その例えば山田さんなら山田さんのファンがいるじゃないですか。朝倉選手には朝倉選手のこのサポーターがいますよね。なんでだんまりなんだと、なんで言及ないんですかと、っていうね。確かまあどうだろう、芸能界だとだんまり、割とこの批判的な、ね、批判してる人も結構いらっしゃいましたよね。あのあれか、同じこのアスリート、アスリートの人、あの井上選手とかもね、あれはないっていう風に言ってましたよね。逆にメイウェザー選手のこの紳士的な振る舞いがね、あの素晴らしいみたいな、そういうこのコメントしてる人もいたし、あとどうだろう、結構何人もいらっしゃったと思ったんですけども、なんかこのキャリーパミパミさんとかもそんな感じじゃなかったっけ、あれはないみたいな。まあ僕がこの前の、その前の動画だったっけかな、まあこの人ってどういう人なのかなってね、で調べてったら、なんかやたらととある半島のあの国のこの関連団体からね、なんかこの支持をね、受けているっていう、ああなんだそういうルーツのね、同胞ですかと、じゃないかってこの疑惑をね、でまあその根拠としてね、ほら例えばあのトワルハントのあの国の人たちってさ、例えばですよ、昔からそうですけど、この海外ね、このが例えば海外旅行とかに行って、まあなんかこう盗んだり壊したり悪さするじゃないですか。で、バレなきゃバレないでね、まあしめしめと。で、バレた時彼らは何するって言ってましたっけ？ザパニーズですよね。日本人のふりをして、ね、あわよくばね、それでなんかこのお咎めなしを狙っていくみたいな。ね、そもそもその発想もおかしいんですけども。で、このね、こう逃げ切れずに、このとっ捕まったらとっ捕まったで、ね、まあとりあえず日本の評判を落とすことができればそれでいいみたいな。で、ザパニーズってそういうやつでしょ？っていう同じよう、ね、なんかその、なんていうのかな、このパターンにこの当てはめるとさ、ね、まあ確かにね、あのなんか言い訳みたいなことは言っているっていうのはね、この前の動画でね、あのお伝えしましたけども、まあ、なんかこうそもそもメイウェザーが、ね、気に食わんと、ね、あいつが失礼なやつだったんだと、ね、無礼を働いてきたのは向こうが先だと、ね、無礼には無礼で、非礼には非礼で返してやっただけで何が文句あんのっていうね、そういう感じだったじゃないですか。これもなんかとある半島のあの国の人たちのやり口と、ね、よく似てますよね。だそう考えると、あれ？やっぱりこの人ってそういう人なのかなって。あとなんかこの政策っていうか、この政治、この思想心情的な部分でも、なんかね、通ずるものがあるんですよね。やっぱ日本生まれの日本育ちの人とは、なんか僕、我々とはなんかちょっと違うのかなって。まあまだちょっとわかんないですけども。なんかいろいろとこのね、あの国のね、匂いがする。なんかそういう感じがしますよね。で、今回のこの芸能人の人が、ね、芸能界の、なんかこの何人もの、この支持というか、ね、支援、応援を受けていた。やっぱそういうことなのかなって。ね、だって芸能界ってそういう業界でしょ？ご存知だと思いますけども。
まあいいや、ちょっとね、記事見ていきましょうかね。なんか、心配と落胆って書いてあるけどな。25日に埼玉スーパーアリーナで行われた格闘技イベント、スーパーライジンで、ごぼうの党代表奥野氏が、ボクシング元世界、5階級制覇王者、フロイド・メイウェザー選手、の絵の花束贈呈の場面で花束を投げ捨てた問題で、これだって大会主催者、あれ、誰さんって言ってたっけ、なんかもうすいませんって、このメイウェザーサイドに詫び入れてましたよね。うん、で、まあなんかメイウェザーサイドも、ああ、そうね、しゃあねえよな、みたいな感じで、なんか大人の対応されてましたよね。うん、で、なんかこの、主催側は、ライジン主催側はなんかこのね、ごぼうの党サイドにね、公式に謝罪をしてもらいたいみたいなこと言ってましたけど、どうすんのかね、もう謝罪するとは思えないですけどもね。うん、で、まあこのメイウェザー選手とのエキシビジョンマッチめぐ戦って、2ラウンド3分 TKO 負けを喫した総合格闘家で人気 YouTuber の朝倉選手は、試合後に自身の YouTube でたくさんの応援ありがとうございましたと題した動画をアップしたと。試合内容自体はね、なんかそんなにボロクソにこき下ろされるような内容じゃなかったと思うんですよね。うん。だから余計なんかね、この奥野代表のあれがなければ、もっとなんか、すがすがしい感じでね、うん、お互いにこの健闘を称え合って終了みたいな、そういう感じになったんじゃねえのかなって思うから、余計なんかね、うん。ただ一部ではね、このそもそも朝倉選手とね、この奥野代表、ね、この繋がっているから、うん、なんか申し合わせたね、その演出の一環じゃないかなんていうふうにも見られてますけどもね、うん、これはちょっとわかんないんで、なんともあれですが。で、まあそういう動画をアップしましたと。で、ファンの大半が、今大会で一番盛り上がったいい試合でしたと、ね。素晴らしい戦いをありがとうございますと。試合内容に好意的なコメントが多かった一方で、この奥野代表の件に全く触れていないことに、ね、なんでみたいな。やっぱそういうことなのみたいな。ちょっと心配と、なんかそういうこのね、疑いをの目を向けるような投稿もね、見られたんだって。うん、全く触れないってなるとやっぱりそういう風に見られちゃいますよね。うん、ごぼうの党の党員かなみたいな。で、まあ朝倉選手、ごぼうの党公式スポーツアドバイザー、身内ですよね、結局はね、を務めるからだと。で、そのため、ちなみに朝倉選手は奥野ファミリーの一員だからまだ何も言えないと。立場的に何、奥野代表の方が上ってこと。で、奥野代表と変わらず関わるとしたら相当ズブズブな関係なんだろうなとか、奥野代表について朝倉選手が、どのように反応コメントするのか、昨日の試合と同じぐらい見ものだ。朝倉選手が顧問を務める党の代表が奥野代表、朝倉選手が顧問を務める、ごぼうの党の顧問なんだ、へえ、親密な関係だからねとか、奥野代表の真の姿を見抜けなかったのがとても残念、まあ、真の姿がってのはこの人は何を言ってるか分かりませんけども、なんとなくそのルーツの話じゃないのね、同胞とかさ、うん、で、まあなんか今のところこのごぼうの党のね、応援を、まあ、選挙中していた人っていうのが、まあなんか一覧みたいなのが出ててね、朝倉選手もそうで、あとこの俳優、芸能界でいうとこの山田孝之さんとか、このヤマピーね、山下さんとか、ロックバンドワンオクロックボーカルのタカさんとか、まあ芸人さんでいうと宮迫さんとかね、あとミュージシャンでいうとこのガクトさんとか、あとユーチューバーのヒカルさんとかね、まあ他にはたくさんいるかな、市川海老蔵さんとか三浦翔平さんとか、まあなんかもうそうそうたる、メンバーだったみたいですけども、なんだろう、この花束捨てた件に関して、コメントを発してあれかな、なんだろう、反応早かったのがどうも田村敦さんと、ね、YouTuber のヒカルさんだったらしいんですけどもね、うん、まあ、でもなんかね、応援してたんだったらこれも応援してあげればいいんじゃないのそういうわけにはいかないのかな、うん、まあ花束の件に関しては 100% 奥野さんに非があると思う、それに関しては異論の余地はないってなんか YouTuber のヒカルさんはツイートしてたらしいんですけどもね、うん、まあなんか今のところ何のコメントもない人たちはね、何とも思ってないのかなーってね、それぞれのファンがなんか心配してるんだって。へえ。
とりあえずだってね、うん、あの我々日本まで日本人たちの日本国民とはちょっとね、うん、言ってることも考えてることも実際今回こうやってやったことも、まあ、違うから、やっぱりそういう人なんだなって僕はなんかそういう理解ですけどもね、どうなんでしょうね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。